それではね、ご飯をね、ゆっくり始めようかなと思います。で、まあ、ちょっとね、説明しようかなと思って、この、ホワイトボードを持ってきたんですけどね。皆さん、多分、オーディオの説明すると思ってるでしょ？魚釣りの説明しようかなと。そう。今ね、大阪湾ではね、タチウオがとてもよく釣れてて、僕は魚釣りも大好きでね。で、タチウオってね、独特の釣り方するんですよ。タチウオ天野っていうのがあって、ここにね、こういう魚の頭みたいなのがあって、フックが、こんな大きいフックが下についてる。で、ここに、そげみたいになってる。で、ここにね、魚をね、こう、イワシをね、こう、ワイヤーで縛り付けるんです。これで釣るんです。で、なんでかって言ったら、タチウオって横から見ると、こんな顔してるんですよね。この大きい目して、ね。で、縦から見ると、こんな細いんですよ。こんなんなんですよ。目がここにあってね。なので、これね、口の中に針が入って、かかりにくいの、とても。で、なんでこんなことするかって言うと、こいつ被りつくときに、ここに餌があるから、タチウオっていうぐらいなんで、こう立って泳いでるでしょ。で、こう来て、こう噛むじゃないですか。こう。で、違う。こう。こっちが開くと、こうが、こう噛むじゃないですか。で、噛んだ時に、こうやったら、ここにバツって張り刺さるでしょ。これがね、大阪の人が考え出した、タチウオ天野っていう。で、これ、すごい、その魚の習性とかを見て、考えてるじゃないですか。で、これも、いろんな色があったり、大きさがあったりして、で、動かした方とかで、全部、釣れ方が変わるんですけど、まあ、じゃあ、なんでここの魚釣りの話なのかっていうことなんですけど、まあオーディオとね、僕すごい似てると思うんですよ。で、何が似てるかっていうと、道具にまずこだわるでしょ。今日は前半はものすごい道具の説明ありましたよね。で、あと魚釣りの場合、家でこう夜な夜なこう道具触りながらですね、妄想をしてるわけですよ。こうやったら釣れるとかね、俺は絶対こうやって釣ってやろうとかね。で、まあ、実際にそれをフィールド魚釣りに行って試してみないことには結果が出ない。で、試してでかいの釣れたらこれもうめっちゃ嬉しいわけですよ。だからオーディオも一緒で、いろいろ考えて妄想して音出していい音が出たらすごく嬉しい。で、なおかつやっぱりその出会いなので、どんな魚釣れるか分かんない。で、音楽もまあ持ってるソフトだけじゃなくて、新しいソフトをどん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 聴いていくと、こんな音楽があったのかっていう喜びもすごい大きいと思うんですよ。で、それがですね、やっぱりこのコンピューターを使ってインターネットですね、ネットワークに出ていくことによって、その音楽との出会いの楽しみっていうのがものすごく広がる。で、なおかつそれで音が良ければ、言わんこっちゃないじゃない、言わんこっちゃないっていうのおかしいな音が良ければもうパーフェクトですよね。まあ、そういうことをちょっと後半ね、見ていこうかなと思うんですよ。で、今回ですね、使ってるのは、D 線マーク2と、パワーアンプの M 線、これ直結ですよね。で、そしてスピーカー、この3つだけですね。で、まあ、デジタルオーディオっていうのも皆さん釈迦に説法ですけど、デジタルデータっていうのがあって、で DA コンバーターっていうのがあって、これがアナログになって聞けるということですね。じゃあデジタルデータはどういうふうにして取り込んでるのかっていうと、 CD プレイヤーの場合、この光ディスクに書いてあるわけですよ。で、レーザー光線でこうピーって見ながらこのデジタルデータを取り込んで、まあ皆さんリアルタイムと思っていらっしゃるけど、実はちょっとリアルタイムではないんですけどね。っていうのはリアルタイムでやってると、もしデータの欠落があったりしたらすぐ音飛んじゃうんで、ちょっとだけ溜めてるんですよ。で、もし何かあった場合には音が飛ばないようにっていうことはやってるんで、リアルタイムでは実はないんですけど、まあそういう形で光ディスクからデータを読み込んでなっていると。で、PC オーディオっていうのはそれがどうなるのかっていうと、このデータがですね、光ディスクではなくて、コンピューターの記憶装置、ハードディスクであったり、シリコンメモリーですね、 SSD にあったり、そういうところに記録されてるわけです。で、それを、コンピューターが DA コンバーターに送り込んで音が出ると。で、これが PC オーディオの仕組みです。なので PC オーディオっていうと、なんか全部変わるみたいなイメージで売り込まれたんで、そういうふうに思っていらっしゃる方はいると思うんですけど、トランスポーターのメカニズムのところが PC になるだけなので、実にそんなに何も変わらないんです。
あのデータの保管と読み出しの部分が変わるだけなので、まあオーディオの世界の中ではごく一部しか変わってないんです。でもこのごく一部が変わることによって、オーディオの世界がガラッと変わるっていうのをね、これから体験してもらおうと思います。で今日用意したのはですね、この AirBow の、 一番新しい、今電気切ってありますけど、この Mac みたいな形の、中は Linux と専用の音楽再生ソフトが入ったパソコンで、電源そこにね、ここにあるんですけどね、専用の外部電源、結構大きいのがついて、24万円税別という。でこれには HQ プレイヤーとアセットと、それと、J リバーっていうソフトの、有料のソフトの使用権、だいたいね3万円ぐらいするんです。それも入ってますので、まあ、実質パソコンは21万、まあ、21万で売りませんよ。パソコンの、ね、ソフト代も込みで、まあ、24万円と。でこれを使ってみようと。電気を落としてもらっていいですか。でこれをまず買ってきました、ね、で買ってきました。あ、そうですね。で、スイッチ入れますね。スイッチ入れます。でこれ今画面プロジェクターで映るようになってますから、まあ購入されてスイッチを入れたとこから見ていきましょう。でこれまあ CPU は i7 で、メモリは非常に高速なもの、記録エリアは SSD の500ギガなので、まあ、コンピューターとしても非常に優秀なものです。これがもう立ち上がって画面が出ましたね。で今ですね、これ U2 ですね。でこれをですね、USB でつなぎます。 USB でこの、これですね、TAD のね USB でこれにつなぐ。でこれでテストしてみると音出ますと。でもこれはコンピューターの中 のドライバーと再生ソフトを使っているので、まあ音質としてはまだまだここから上げていけるわけですね。それでここでこの、ここにもう最初から入っているこのシグナリクストの HQ プレイヤーというソフトを使っていくんですけど、まあこれを使うにしても音楽データを取り込んでおかないといけないですよね。取り込んでいかないとこれ音出ませんか。じゃあ取り込みどうするのかということなんですけど、これにはドライブがないので、まずですね、ドライブのあるパソコンを用意します。でこれこっち Windows があるので、Windows ね、ちょっとつないでみます。これ Windows の画面です。こっちのパソコンね。でこれにまずこれはドライブがついてるんで、ドライブ開けて、で何でもいいんですけど CD をセットして、でこれね DB パワーアンプっていう優勝のソフトなんですけど、リッピング用の、これが結構なんか細かくできるので推奨してて、一品館でももちろん販売してます。まあ、HQ プレイヤーとかも販売してますんで、これをまず立ち上げます、これで CD ドライブの中のですね、楽曲がインターネットから取り込まれたので、これで OK を押してあげると、あ、ここにねもう全部楽曲が入りました。でこのままこれリッピングすると全曲CD のデータを取り込めるんですけど、まあ全曲やる必要がないんで、今ちょっとテストする、12曲目ですね。A Place with No Name, No Name、 これはマイケル・ジャクソン のものなんですけど、でここでですね、取り込む場所をですねセットしてあげます。まあ今回ファイルとか入れると面倒くさいんで、とりあえずデスクトップに、でこれでリップっていうのを押すとリッピングが始まります。まあ、一瞬でファイルができましたね。でこれで今読み込んで、このフォルダの中にこの A Place with No Name のオリジナルバージョン、マイケル・ジャクソンが読み込まれてます。これ17倍速ですね。だいたいこのソフト使うと CD1 枚リッピングするのに3分半から4分半ぐらい。はい、これで終わりました。でこれでもこのソフトはいりません。で、先ほど、説明がしなかったんで、もう一回反対側のパソコンに戻りますね。 AirBow の MBA の i7 っていうやつに戻りますね。でこいつにはまずこのコンピューターこれファイルシステムってありますね。これが SSD なので、ここをクリックするとここに Sure っていうフォルダがあります。
ここのこれもフォルダーが共有、音楽とかメディファイルを共有するためのフォルダーなんですね。でここに DLNA と iTunes ってありますね。でこれは DLNA で共有するための楽曲などを入れるフォルダー、これは iTunes を使うためので、 iTunes がすでにお持ちでしたら、このフォルダーの中に iTunes の曲をごっそり入れてしまうと、これは JRIVER っていうソフトも搭載されているので、この JRIVER を立ち上げれば iTunes と同じような感覚で、すでに使ってた音楽とかそういうのを使えるということなんです。で、まあ、今回違うので、この DLNA のホルダーの中のオーディオとフォトとビデオ、まあ、これもちろん共有するのはメディアなので、音楽にかかわらず画像やビデオも共有できるんですけど、まあ、これでオーディオを選びます。そうするといくつかホルダーがあって、僕はこのデモっていうホルダーを今日作って、でこの中に今日のために2018の時、ちょっと100年先だけど、TAD っていうホルダーを作ったんで、まあこれはねすでにもう音楽を記録してますけど、このホルダーに Windows の方からさっき取り込んだマイケル・ジャクソンの曲をね転送しようと思います。でもう一度画面を Windows に戻して、これがさっき取り込んだ曲ですね。エスケープデラックスバージョン、この中に曲が入ってます。マイケル・ジャクソンのプレス・ウィズ・ノメ。でこれネットワークでコンピューター間がつながっているので、まず、こっちじゃない、ごめんなさい、このネットワークっていうのを開けてもらいます。で、これまだ見えてませんけど、ちょっとしばらく待ってください。そうするとね、このその他のデバイスの下にこのコンピューターが見えるようになります。でこれね、気が短くて待ってるのが嫌だったら、このコンピューターの IP アドレスを打ち込めば一発で出ますんで、ちょっと遅いんで一回 IP アドレス打ってみます。でこれも出ました。今手話で出ましたよね。これがこちらのコンピューターの先ほど紹介してたものですね。なのでこれで表示で大きなアイコンに、表示で大きなアイコンにしてあげると見えますね。さっきと一緒ですね。 DLNA、iTunes で、これの DLNA を開けると、さっきやったこのオーディオのホルダーの中に、デモがあって、この中に100年先の TAD がある、ね、ここにですね、このリッピングしたやつをこうやって持っていくとコピーが始まると。これちょっとね、ワイヤレスでつないでるんで遅いですけど、これ有線でつないでたら1000ギガなので、ほぼ USB の 3.0 ぐらいでいきます。これで完了しましたね。これでもうデータ転送したので Windows いらないので、でこれもLinux なので、 Windows や Mac みたいに買った時に一番最初こう認証したりいろいろややこしいことする必要がないんで、全然そんなに難しくないでしょ。なんか Linux って聞くとすごい難しいような気がします。でここにですね来てると思います。これですね、マイケル・ジャクソン「プレス・ウィズ・ノーミ」、これが今リッピングしたやつですよね。でこれを聞くんですけど、まずディスクと聞き比べたいので、これをこっちでこういう字をですね直接聞いてみます。I didn't know what to do, so I stopped.
次にですね、もう一度このパソコンからこちらのエアボーのね MBN-i7 から HQ プレイを立ち上げて、これを5つにしましたので、これ今見えたので、ここですね、ここ TAD-USB2.0 ってやつですね、これがまああの接続するやつで、まあ、もちろんこれコンピューターの他のポートも選べるんですけど、当然これはこれですね。で、ここはですね、再生する機械に送り込むあのデジタルのビット数を選べます。まあこれ24にしておきます。で、次にですね、ここがデジタルフィルターの種類が選べます。このデジタルフィルターが 何かっていうのは後で説明します。で、これはディザですね。でディザと NS1 っていうのを選べます。ディザが何かっていうのを後でちょっとだけ説明します。で、これサンプリング周波数のリミットですね。すごいでしょ、聞いたことないでしょ、 1.5 メガとか、まあ、ここまで行くんですけど、これはまああの機械の方が対応してない場合があるんで、あのいっぱいにしてもあの自動的に機械の最高のものになります。ここではまああんまり上げたくないので192ぐらいにしておきます。で、こちら側はね DSD を再生するときにフィルターを何を選びますかとか、モジュラーを何選びますかっていうのがあります。でここがDSD のリミットがどれぐらいにしますかという、これニゴロっていうのは 11.2 メガのことですね。まあこういうふうになってます。でこれで OK、ね、でこれで準備が整ったので、次のさっきのこれですね、デモのホルダーで DAD でマイケル・ジャクソンのプレイス・ウィズ・ノーネーム、これをこっち持ってくると、ね、でこれでこれクリックすると音が出ますから、さっきのディスクの音と一回あの記憶の中でちょっと聞き比べてみてください。これはね、あの今これで、動かすと分かるんですけど、44.1 の周波数が、176.4 のさっきあのセッティングで指定した26ビットにアップサンプリングされてあの出力されてるんですね。なのでこう音が滑らかになったり細かくなったりするんですけど、アップサンプリングがあのどういうことかというとですね、CD っていうのは、まあ、皆さんよくご存知のように、横軸が時間ですね。で、こう横方向が時間で、縦方向が音の大きさなので、まあ、これこういうふうにこういう感じですね。あのグラフ用紙にこうなっててね。で例えばあの16ビットでこうこうまあこう来てた。でこれがあのデジタルの点なんですけど、まあ、ここか。でこれを直線でつないであげるとこういうふうになりますね。ただこういうふうにつなぐとですね、もともと曲線だったのにこれ直線になったら、このあのもしこれが、まあ、擬似的にこういうふうなカーブだったとすれば、この部分の面積の部分が消えちゃいますよね。これがあの欠落してるんですけど、要はあのここをですね、もともとの線はこうだった。で、
これをこの直線に書くためのものがデジタルフィルターの働き、要はもともと点でお伝えでいくと多角形の曲線になるんですけど、これを滑らかな曲線にするための演算式が、計算式がデジタルフィルターで、デジタルフィルターにいろんな種類があるっていうのは失われた曲線の部分に対して演算していくっていうことで、まあ、これは視覚的説明するとよく推理ものテレビなんかで防犯カメラあって、人間の顔とか車のプレートが見えないのをこう演算していくと見えるようになるじゃないですか。あれと同じことが音でも起きてて、要はもともとあってその省略化によって失われたものをですねコンピューターが演算して作り出すことができるんです。なので CD を取り込んで再生した場合 CD より音が良くなるっていうのはこれ当たり前にあり得ることなんですよね。ただ今まではその演算式がいい加減だったりコンピューターそのものの音が悪かったことによってその良さが引き出せなかった。でこれはLinux っていうオペレーションシステムを使って、それを可能にしたと。でなぜ Linux が音がいいのかということなんですけど、例えば Windows とか MacOS っていうのは汎用のものでいろんな仕事ができるわけです。で一つのプログラムが動いていても他にすることないかすることないかっていっぱい聞いてくるわけですが、これ割り込みっていうんですけど、そうすると DA コンバーターはデータ欲しいって待ってるんですけど、割り込みが入るたんびにコンピューターはデータ送るの止めて、で割り込みが終わったらまた送ってくるわけです。そうすると DA コンバーターはちょっと待ってデータもらって、またしばらく持ってバーって仕事もらってっていう動きがですねうまく動けない。で、これはあくまでも概念ですからね、実際にそういうふうに動いてるわけではないですけど、なのでレイテンシーっていう時間、データを送出する送り出すのに時間遅れが発生したり、まあ、そういうものがコンピューター側で DA コンバーター側では一旦蓄えてね、それをもう一回きれいなクロックにしてっていうのをやるんですけど、アシンクロナス伝送とかで、それをやったとしてもやっぱりこちら側のデータの送り加減がですねあまりにもこう固まって送ったり簡潔になるとですねやっぱり音が悪くなるんです。で一番それがやっぱりひどいのが Windows、 いっぱい仕事言われて集中できない。で Mac の方がかなり集中できるので Mac の方が音がいいです。で Linux の場合このいろいろ言ってくるこの仕事をですね止めれるんです。で、じゃあ Windows 止めれないのかというと、 Windows とか Mac っていうのは、例えば Windows は Microsoft、 Mac は Apple が著作権を持っているので、そのプログラムの中を深い部分まで書き換えるっていうことはダメなんです。著作権法違反になるし、ましてそれを売るなんていうことはもう絶対ダメですから。ただ Linux の場合はオープンソースって言ってそれが許されてるんです。そこを自分の責任において変えてもいいし、それを販売してもいいし、でそれに対してノーチャージ無料なんですね。でそういうことがあって一般的に業務用としては Linux っていうのはすごく使われてるんですけど、ただやはりソフトが難しいので、で特に音楽を再生するようには作られたソフトじゃないので、やっぱりそういう部分があるんですけど、まあその Linux にすごく詳しい人がですね、そういう Linux をチューンしたら音が良くなるだろうということで、特別にこの MSHD っていうソフトを作って、 OS を作って、これはその MSHD ビートっていう最新のソフトが入ってます。でプラス、先ほどこのから紹介しているこの HQ プレイヤーとか、ここにちょっとアイコンありますけど J リバーとか、それからアセット UPNP とかっていうサーバーソフトがこれの中に入ってるんですけど、それも一般に売ってる Linux の用のものをこの中に入れたら動くかというと一切動かないです。でやはりその連携を試すために、この人は HQ プレイヤーと連携取り、 J リバーと連携取り、英語が堪能なのでね、もともと海外でずっと仕事されてたのでコンピューターのプログラムやってた人なんで、まあHQ プレイヤー本部と連絡取りながら HQ プレイヤーの中までソースを変えて動くようにしたというもので、でこの HQ プレイヤーの使用権とアセットとこの J リバーの使用権が入って、外部に音のいい電源がついて24万円税別というのは決して高くないと思います。で音はですね、今聞いていただいた通り良くなるんですけど、ちょっと違うやつでもう一回やってみましょう。さっきのしわがれ声の若いウクレレ弾いてる女の子、あれ多分よくわかると思うんで、あれでもう一回こいつでリッピングして送り込んでやってみましょうか。
これもあの聞いていただいた通り、あの CD 聞くよりも全然ね音が良くなったっていうのを分かりいただけたかなと思います。まあ、でこれがあのなぜ起きるかっていうのは、あの先ほど説明したこの、 あのデジタルフィルターですね、これの働きによって本来失われていた響きとか音の細かさ、そういうものが復元されると。で例えばあの真空管アンプで聞いた時に音が艶っぽく聞こえたり響きが良くなったりしますけど、あれは真空管そのものが物理的に響いて、その響きによって、その響きが付加されることによって音が艶っぽくなったり響きが良くなるわけですね。でこれはあのコンピューターは、そういう物理的なものじゃなくて、電子的に演算によってアルゴリズムによって失われた響きを復元すると、まあ、このソフトにはそういう働きがあると。でこのアルゴリズムですね、選べるデジタルフィルター、これを変えると音は随分変わります。で、まあ、今回あの、どれがどうなるかっていうのを僕も一応全部聞いて、このミリリング FIR っていうのが一番素直な音なんで、これを使ってるんで一応これしてますね。でこのディザっていうのはですね、あの、まあ、これは DA コンバーターとか、この、 あのデジタルの属性で、同じ音がずっと続くとですね、あの具合悪いという、あの同じデータがずっと入力されるとちょっと具合悪いことが起きるっていうので、同じデータが入力された時にその1ビットずつちょっと動かしてみませんかみたいな、でそういうあの どれぐらいどんな感じで動かしますかっていうのがこのディザっていうのをね、これなんですけど、これノンにするとね、これ一回聞いてみましょうかね。これだとねちょっと音がね、あのなんていうのかな、あのパサつきますね。でもこのディザを入れるだけで結構変わるでしょ。でまあ、これがですね、この、 あのデジタルフィルターとか、この、 あのディザのですね、選び方でもうほぼ無限に音が作れるので、まあ、今までみたいにあのアンプとかを買い替えなくても、この、 あのセッティングだけで結構音が作れると。この HQ プレイヤーって非常に優秀なソフトで、まあ、これは、このパソコンの販売価格の中に入ってますね。ただあのこの HQ プレイヤーっていうのは、あのインテルであの CPU を作っていた人が作ってるソフトなので、インテル系 の、 あの CPU が入ってる PC じゃないと動かないです。でオペレーションシステムは Windows、Mac、それとあの Linux に対応したものが出てますけど、 Linux については、まあ、Ubuntu で動くかどうかそれは自分でやってくれという範囲内ですね。で Windows とあの Mac のものはきちんと動きます。でただあの今見ていただいたように、この楽曲を選んだりプレイリストを作ったりするっていうのは、あの非常に増えてな音質だけに特化したソフトです。なのでこれだとあの音楽を先ほど聞いたように自由自在に聴くっていうイメージからほど遠いので、これにルーンっていうソフトを組み合わせます。でルーンはこれにはあの使用権がいるので、ルーンの使用権は入ってないので、永年使用権ルーンの場合6万円、まあ、ちょっと高いんですけど、まあ、僕はそれに値するソフトなんじゃないかなと思います。で、先ほどの、ね、Windows のソフトに戻り、あの PC に戻ります。でこれにはルーンが入っているので、これでルーンを立ち上げます。で、このルーンでですね、この、 あのセッティングっていうのがあるんですけど、まあ、 あの細かい説明はしませんけど、ここでですね、まずあのセットアップ。これですね、ここにあの HQ プレイヤーって出てるでしょ。あと HQ プレイヤー。これもやってますけど、これを押すとですね、あの HQ プレイヤー、このパソコンのですね IP アドレスを入れてあげると、このパソコンの HQ プレイヤーをルーンから動かすことができるようになります。で、今あのここですね、このデバイス、これまたアップデートです、ここなんですけど、これがあの再生する機械なんですね。でここ、これはこっちの部屋にあるこの MBNI のこれですよね。でこれは隣の部屋にあるあのサーバーとして使っているもう一台のものなので、まあ、これはあのこの MBI の I7 これを選びます。でこの状態で何でもいいんですけど、さっきかけたあのアップレース with no name、 これをあのクリックすると、このようになりますね。これであのルーンからデータをこちらの HQ プレイヤーに送り込んで、 HQ プレイヤーが最高の音質にアップサンプリングしてこの D 線に送り込むということができるので、
このルーンサーバーに取り込んだですね、これは3000曲以上入ってますけど、の、この曲をですね、ルーンの機能で自由自在に聴くことができます。で、ルーンはですね、いろんなところが優れてるんですけど、僕が一番いいなと思うのは、このジーニアスっていうプレイリストですね。これは iTunes とかいろいろあるんですけど、ジャンル分けされてソフトがあって、でこれは僕が取り込んだものを、勝手にルーンがですね、ライブラリー化してこうジャンルに分けてるんですけど、あとプラスこのルーンにはこのタイダルあるいはドロップボックスに自分が上げてる、これをダイレクトにアクセスする能力があるので、これタイダルのですね、アカウントを持っててログインしたら、タイダルに入ってる非常に多い何百万曲っていう曲もこのジーニアスのリストの中に取り込まれます。で、今例えば僕プレイス・ウィズ・ノー・ネームを聞いたんですけども、そういう自分が聞いた曲とか、あるいはプレイリストに入れたものはルーンの方にですね、通信で送られてます。Google と一緒ですね。検索したら広告出てくるでしょ。でそれと同じような AI がルーンにも入ってて、いくつか音楽を聴いたりプレイリストを作ると、この人はきっとこの曲がこういう感じの曲が好きなんだろうなっていう曲をですね、自動的に選曲して鳴らしてくれます。 I forgot to say one thing. I love you all. で、ジャズを選曲するとですね、こういうふうに始まるわけです。でこれは今この CD から鳴ってると。でこれを押すと、なんかグリター入ってどうせいつももっと瞬間出ますんで、ね、出ますね。これで出てですね、このここはですね、ルーンサーバーに入ってる今聴いているアルバムとか楽曲に対するウィキみたいなものですね、情報があって、でこれはこれはあれですけど、ここにですね、これは 44.1kHz 16bit の WAV データでルーンに取り込んでますよとか、こういうことが出てくるわけですね。でこれアルバム、このアルバムの曲ということですね。でまあこれこのアルバムに他にも曲があればザッと出てくるので、ここからすぐこのアルバムを全曲聴くこともできるし、このまま放っておけばこの後に先送りすれば、似たようなね、ちょっと古いジャズを今選曲してくれると、こんな感じですね。まあ、こういうことでこのルーンとですね、地球プレイヤーを連動してあげれば、自分が持ってる CD をライブラリー化して、それも隅々まで聴かせてくれるので、自分が聴いたことない曲がねいっぱいなるんですよ。でもそれ自分の持ってる CD なんですね。それで音楽との新しい出会いっていうのがすごく多くなります。でしかもCD のデータを再生してるんですけど、 CD は明らかに音がいいと。でこれだけの機能を持っていて、ルーンを買えばプラス6万なんで、30万ぐらいで、このシステムにプラス30万円投資するとこの機能がプラスされるというのは非常にいいんじゃないかなと思います。でプラスこれはですね、HQ プレイヤーではなくてね、これね YouTube ももちろん見れるんですよ。全国行ったり全世界の音楽をこう聴けるっていうのがこのネットワークにつながっている、PC オーディオの良さですね。でこの PC を使うことによって、高音質にネットワークに接続できると、それがこの新しい、このミュージック PC の良さですね。でそれが今までは便利だったけど音質はいまいちだったと。やっぱりいい音聞きたいから CD に戻ってくるみたいなことだったと思うんですけど、今聞いていただいたようにもうすでに CD よりいい音が実現しているので、これを使い始めると CD はもう買ってきた時にリッピングしてしまえば、もうあとそのディスクを聞くっていうことはもうほとんどなくなりますね。帰ってきました。これでですね、サウンドの設定を
かあの TAD にしてね、こういう音のテストしていきますね。もうちょっと音を大きくしてもらっていいですか。でこれで YouTube に出ていきます。インターネットに出ていきます。これで YouTube につながりました。あ、間違えた。 YouTube につながりました。でこれでですね、まあ、何でもいいんですけど、このホイットニー・ヒューストン、これは誰かがカバーしてるやつだな。これをまあとりあえずクリックして、これが聞きたいんでね、こいつですね、これが見たかったんで、これをちょっとクリックします。感じでですね、やっぱりこの YouTube でもこれだけの音が出ればね、まあ、全然 YouTube って無料ですし、でいろんな音楽との出会いがねやはり出てきます。で例えば YouTube も同じようにこれを見ていればこっちにね関連者おすすめのものが出てきたりするので、まあ、こんなことやってるとねもう数時間ぐらい半日ぐらいあっという間に経ってしまいますね。でもそれ楽しい時間だと思いますよ。で、次はですね、これは同じ YouTube のコンテンツなんですけど、このヒュー・ジャックマンっていうね人が主演する去年ですね、グレイテスト・ショーマンっていう映画があったんですけど、まあ、それの映画の宣伝なんですけど、結構これもね音楽的に感動的な要素があるんで、これちょっと見てみようと思います。ベンジン・ジャスティン just written this new song called This Is Me andWe knew that it was going to be the anthem of the film, but no one had heard it before, and no one had heard Keala sing it live. Keala, who I didn't even want to come out from behind the music stand. I didn't. I kept saying to her, just step out, because this is your moment, and you have to step out into the ring, metaphorically, because that's what you're doing, and you've got to stand right there in front of everyone and just belt this out. And I didn't want to. In fact, I stood behind that.Music stand、yeah. until the day of that presentation. There was a moment in the song that I actually was so scared that I had to actually grab Hugh's hand so that I had somebody to hold on to. And then we got to the end of the number, and all I remember is just deafening
applause. It was a sort of otherworldly experience. It was one of those moments that will stay with me the rest of my life. Unfortunately, we filmed it. I'm a stranger to the dark. Hide away, they say. It's been a watch of broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say. ビデオとかあのマイクはね、多分カメラのマイクかなんか多分録音する予定がなかったんで、ね、でも良かったんで、まあ、あのこのプロモーションビデオに使われてると、思ってた。まあ、ここにまだですね、これはまだスーザンなんとかですね。よで、まあ、あのオーディオっていうのはあの音も映像もそうなんですけど、やはりあのエモーションですね、感動を伝えるもの、やっぱり感動をあの覚えるには同じ曲をこう繰り返し聴いて、音が良くなっていくっていうあの楽しみもあると思うんですけど、やっぱり見たことのないものを初めてあの出会うっていうのがやっぱり一番感動のね、あのバイブレーションが大きいので、まあ、それをあのきっかけを増やしてくれるこのネットワークオーディオっていうのはね、やっぱりこれから の, あのオーディオの楽しみとしてもっとこう注目されていいのかなと。まああのこれを使っていただければ、これをまあこういうシステムに USB 入力があるものに、まあこいつをあの付け加えていただければ、皆さんもすぐにこの世界デビューできると
ということで、最後ちょっとエアボーのねミュージック PC の宣伝ですけど、まあ、あの今聞いていただいたようにこうあの TAD のこ の, あのシステムっていうのはこうフルデジタルなんですけどね、今のものアンプもデジタル、入力も PC デジタルで DA コンバーター、なんですけど、あの結構こうツヤっぽいでしょ音が、こうエモーショナルな部分がやっぱりねこう出てくる。でこれがやっぱり結構 TAD ってあの誤解されてる部分が多くて、つまらない音だとかなんか真面目だけど面白くないなんていうことがよく言われるんですけど、それはあの決してそうではなくて、あのきちっとやってあげるとあのすごくやっぱりあの細かいところまで出てくるので、こうじわじわくる、もうなんかバンと来てなんか何回か聞いてると飽きたっていうんではなくて、こう聞き返せば聞き返すほどそ の, あの味わいが深まっていくっていうのが、まあ、この TAD の良さかなと。ことでよろしいですかね、沼崎さん。はい。はい。ということで、まあ、あの今日のですね、あのイベント前半後半、あのちょっと時間オーバーしましたけど、最後までお付き合いどうもありがとうございました。